course, I treat them like my children, and that sometimes that's good and bad, but I think there needs to be a combination of all of those things. ちょっとさっき聞き出してもらったんですけど、いろんな例を見せるっていうこともすごく大事だと思います。自分が示すだけじゃなくて、いろんな人を連れてきて、そういう人に手本になってもらうっていうのも大事ですし、あとコーチをやるっていうことは、いろんな役割を演じなくちゃいけない。もちろん指導する方もそうだし、場合によってはチアリーダーの役を演じなくちゃいけないし、いいのか悪いのかわからないですけど、私はよく自分たちの選手の父親のように、まあ、子供たち、自分の子供のように選手を扱うこともあります、ね、ありがとうございました。あと1点だけ、香川のキー様がそういうある意味素晴らしいコーチでいらっしゃるっていうのには、やはりそこにはルーツがあると思うんですね。で、その根っこにあるキー様が受けられた教育もしくは経験、うん、そういったものがやはり今後のその日本のコーチングが、いや科学になっていると思うんですね。今後ではサイコロジーも入ってますし、それをコーチングを科学として日本の社会に根付かせるっていうところが、まあ、トップアスリートの責任でもあり、やはり大学教育者の責任でもあると思うんですけれども、そういった意味でそのキーさんの根っこにある受けた教育の本質はどのあたりにあったのか教えていただいてよろしいでしょうか。I don't know if there's an exact science to it. I was fortunate enough to play for some fantastic coaches, ones that made me want to be a coach. I was offered the opportunity to work alongside with them, and then I spent years learning. The one thing I've learned is I need to continue to learn. There's no one particular way, and I observe other teams that I play and borrow things that they do. So I think a coach needs to be open-minded and needs to continue to grow just like any student or person. I don't know. っていうのが大きいと思います。あと、いいコーチの条件っていうのは、自分がコーチが大事だと、学んだ大事なことは、続けることが大事だってことを学んだってことなんですね。自分もだから絶えず勉強して、他のコーチがやってるいいものを、取り入れたりっていうことは大事です。残り時間が5分ほどです。あと質問1点、2点ぐらいは受けられると思うんですけど、いかがでしょう、最後。じゃあ、そちらに。貴重な話どうもありがとうございました。中央大学の遠藤です。時間があればで構わないですけど、2点ありまして、その日本人の指導した時にそのクリエイティビティの欠如であるとか、そのアイコンタクトをしないっていうこともあったんですけれども、逆に言うとその何て言うんですかね、その日本人だからこそっていう部分ですかね、そういう日本人の優れている部分、他のそういう海外の選手と比べたりとか指導してきた中で優れてきた部分っていうのが、どういうところがあるのかっていうことを、そのコーチ側からの目線と選手側からの目線でお伺いしたいということが1点目です。もう1点目としまして、もう1点目はそのどうしてもその試合に大事な試合で負けてしまったりであるとか、その怪我をしてしまったりであるとか、そういうバーンアウトっていう問題があると思うんですけれども、そういういわゆるネガティブな出来事があったりした時に、そうした時にコーチとしてはどう関わっていく必要があるのか、それは逆に言いますと、その選手としてどうそこに向き合っていくのかっていう、そのコーチ目線とその選手の目線からちょっとお伺いにしたいなと思います。これ一つは、私がちょっとその今関わる予定のチームがみんな怪我してしまってるみたいで、みんな鬱状態になってるっていうことだったんで、ちょっとそういうことも含めて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
みません、1点目はもう一度。あ、日本の特性で、はい、いい点ってことですね。そうですね、はい。ですね、実は僕ある論文を書いているところの端っこに今名前を載っけてます。それグリッドって、心理学でしたってグリッドっていう概念、なんかやり届ける力みたいな感じですかね。あれを日本版グリッドのやつを研究してます。でもうすぐ論文が書かれるらしいんですけど、僕は一緒に途中まで参加してやってて、でグリッドに影響しているのが確かアメリカ人の対象にあって3つあって、一番低いのが快楽主義者で、2つ目が意味ですね。そこに何か意味を見出すような人がそもそもグリッドは、最もグリッドが高いのは確か没頭だったと思うんですが、日本人を対象に取った時にこの没頭と意味がひっくり返ってるっていうのが分かりました。これちゃんともうちょっと調べていかないといけないと思うんですが、まあ仮に、こじつけて言えるとしたら、日本人は何かに意味を見出していると、つまりこれをやっていることは貢献できていると、これをやっていることは社会的な意義あるんだと思う方が、やり続けられるんじゃないかなというふうに思っていて、こういうものと実はチームへのロイヤリティの高さとかそういうことが関連してくるんじゃないかなというのはなんとなく思っています。もうちょっとかなりここから先は空想の話ですが、で話を戻ってですね、僕はやっぱり日本人の特性が一番出てたなと思うのは、女子サッカーがワールドカップで優勝した時に 3.11 の映像を見せた時の、この異常にこう一体感があったっていう、あの話がやっぱり日本人の特徴なんじゃないかと思うんです。だからそれがすごく大きく影響しているのかなという。もう一つはこれは全然ちょっと違う話かもしれないですが、木を見る日本、西洋人、森を見る東洋人という話、これ日本人とくくっていいのかわからないですけど、視覚が、大きな水槽の中に大きな魚の真ん中を泳いでいると、で周辺にちっちゃな魚が泳いでいるといった時に、アメリカ人というか、主に西洋人が大きな魚の特徴を話していくのに対して、東洋人は周辺の魚とか海藻とか水槽の特徴を話したという話なんですが、実際に、SFC で研究されている方はやっぱ周辺視野、日本人はちょっとそこが優位に働いている可能性があるんじゃないかというふうにおっしゃっていて、で